キリエズとは、雪図とも呼ばれ、江戸時代から明治にかけ、市外や近郊地域で区切られた絵図である。単に、キリエズと呼ばれた場合、江戸のキリエズを指す場合が多い。キリエズは、日本図や国図のように全体を地図に表したものではなく、細かい道筋や、大名屋敷の名前なども記入されたもので、携帯可能な住宅地図のように扱われた。終わり屋版江戸キリエズ。 クゼシ下モヤ式周辺法歴五年に吉文字屋により発行された版がキリエズの始まりとされる。吉文字屋は安永四年までに八枚のキリエズを出版した。校歌三連には荒物省の大宮古平により三十一図に及んで江戸全体が示された折りたたみ式のキリエズが出版された。最も普及したキリエズとしては嘉永二年から明治三年にかけて 映像師匠であった、オワリア正室によって出版された、オワリア版が知られる。オワリア版は五色で色分けされ、西系風の絵が入る、鮮やかな切り絵図で、三色であった、大宮版より、派手なものであった。オワリア本所絵図では、それぞれの屋敷が印の形を呼び、色で、その種別がわかるように示され、神社仏閣が赤、町屋が薄積道や橋が黄色、川や溝が、 青、山林や畑が緑となっており、武家屋敷では下屋敷が黒丸、中屋敷が黒四角、上屋敷ではその家紋が描かれた。ありがとうございます。